皆さんごきげんどうも、ご主人様です。アマーチンです。アトリオ、ザ・ダークワイルド、実況始めます。先日アーリーアクセスでリリースされた本作ですが、メインコンテンツであるストーリーモードについては、現在リリースされているのはチャプター1のみ、前回そこまではすでに完了しています。だから次のチャプターがリリースされるまでは、田中さんの戦いはこれからだ状態なのよね。しかしストーリーはほんの触りしかリリースされていませんが、研究ツリーやラインの自動化についてはまだまだ先に進めることができます。そこで今回からはストーリー抜きのフリープレイモードをお試ししてみたいと思います。このモードで現時点の研究ツリーのコンプリートや心臓ボックスのアップグレードを、できるところまで進めてみましょう。お試しプレイの継続ね。まあ2回で終わっちゃうのももったいないしね。それでは早速プレイ開始です。プレイ開始。フリープレイモードなのでチュートリアルも会話パートもなしです。ここから鈴木さんの孤独な戦いが始まるのね。田中さんじゃないんですか。田中さんはあくまでストーリーモードの主人公なのよ。だからフリープレイの主人公は鈴木さん。鈴木一郎。野球がお上手そうなアトモスフィアを感じますね。フリーモードとはいえ最初にやることは同じです。まずは電力の復旧。採取したクカクカ球根を発電装置にセットしましょう。電力が復旧、次は心臓ボックスのアップグレード開始です。最初のアップグレードに必要な資材は血液燃料20個です。ボックスのアップグレードはいきなり何段階か飛ばしてのスタートなのね。ストーリーモードの最初はチュートリアルの一部ということなんでしょうね。じゃあ早速アップグレード開始なのよ。ゴー一郎ゴー。ちょっとお待ちを。なんなの、いきなり水を差すじゃないの。せっかくのフリープレイモードです。今回は少しストーリーモードとは趣向を変えましょう。変えるって、何を変えるの。ストーリーモードではとにかく先に進めることを優先していましたが、フリープレイではもっと自動化を意識してですね、生産ラインを整備することを目的としていきます。確かに自動化が売りのゲームだしね。で、何から始めるのかしら。最初に手掛けるのは自動化の基本、コンベアの生産自動化です。前回まではちまちまとマニュアルで作ってたのよね。今回はあらかじめコンベアの生産ラインを作っておきましょう。グラグエワの交渉を一つコンベア生産専用に使用します。まずは採掘機を設置。コンベアはグラブ鉱石を材料に生産し、グラブ鉱石はグラブ岩を材料に作ります。採掘機からコンベアを引き、その先に工場を設置、岩を鉱石に加工します。さらに加工した鉱石をコンベアで運び、その先にまた工場を設置、鉱石を材料にコンベアを生産します。そして生産したコンベアを保管するチェストを工場の横に置けば完了です。これでいつでもチェストを漁ればコンベアをゲットできるってわけなのね。いちいち作る手間は省けますね。それでは次は血液燃料の生産ラインの自動化に移ります。血液燃料は心臓ボックス最初のアップグレード材料ですが、同時に発電機の燃料にもなります。ピカピカ球根入れるよりも効率がいいのよね。発電機の燃料が足りなくなるごとに球根を採取するのも面倒です。ここは血液燃料の生産ラインを作り、そこから発電機に自動で燃料をセットできるようにしましょう。血液燃料の材料はグラブ仲介、血液仲介、クカクカ球根の3つです。仲介というのもややこしいので今後は延べ棒と言います。延べ棒はそれぞれの原石を鉱石に加工し、その鉱石をさらに加工して生産します。まずはグラブ延べ棒の生産ラインを作りましょう。鉱石工場の先にラインを伸ばし、さらに工場を設置して鉱石を延べ棒に加工します。これでグラブ延べ棒のラインが完成。同様に血液延べ棒の生産ラインも建設します。作業の途中ですが、一郎のバッテリー残量がわずかです。一郎、おめえの兄ちゃまは大した男だったのよ。いや一郎すみませんよ。そうなの。フリープレイでは最初から一郎のバッテリーが充電可能になっています。紫マッシュルームを採取して充電用の燃料をクラフトできるのです。これを使用することで燃料の補充が可能、いくらでも作業を続けられるということです。一郎、残念だけどおめえの出番ねえから。でもクリーチャーにやられることはありますけどね。そして血液燃料のライン建築の続きです。グラブ延べ棒と血液延べ棒の工場からラインを伸ばし、その先に血液燃料の工場を設置、燃料の工場からラインを発電装置に伸ばします。あとは工場にピカピカ球根をセットすれば、生産された燃料は自動で発電装置に流されます。ピカピカ球根だけは自分でセットしなきゃいけないのね。ピカピカ球根の採取と輸送も自動化する方法はあるのですが、それには研究を進める必要があります。今のところは半自動化ってところなのね。それでもセットした球根がなくなるまでは発電装置を放置できますから、かなりの省力化となることは間違いないですね。これで血液燃料の生産ラインが完成です。研究を進めつつ、ピカピカ球根を集め、血液燃料を20個生産して心臓ボックスをアップグレードしましょう。
心臓ボックス最初のアップグレードが完了。新たなレシピが解放され、次のミッションが始まります。次のアップグレードに必要な資材は電球1個。この順番はストーリーモードと同じなのね。電球の生産に必要な材料はワイヤーとガラスです。まずはワイヤーのクラフト。ワイヤーの材料はスクラップワイヤー、血液鉱石、電子花びらの3つ。このうちスクラップワイヤーは壊れた電灯などから採取、電子花びらは電子フラワーから採取します。この2つは採掘機じゃ取れないのよね。ですのでワイヤーについては生産を自動化することができません。ちまちま材料を集めてクラフトするしかありませんね。足で稼ぐのよ一郎。ということでスクラップワイヤーを探しに周囲を探索。発見した前の鈴木さんの遺体からスクラップワイヤーをゲット。鈴木さん、見てるか。おめえの遺体は息子の一郎が美味しくいただくのよ。お父さんだったんですね。そして生産ラインから血液鉱石を拝借。すでに採取済みの電子花びらと合わせてワイヤーをクラフトします。残る材料はガラスです。ガラスの材料は石英鍋棒と沼水の2つですが、ガラスの生産を始める前に一つ別の生産ラインを作ります。材料の加工に必要となる施設である工場、これもいちいちクラフトするのは面倒なので自動化してしまいましょう。まずは血液岩の工場に採掘機をセット。コンベアを伸ばした先に工場を設置して血液鉱石に加工します。さらにコンベアを先に伸ばして工場をセット。血液鉱石から工場を生産するラインの出来上がりです。工場も結構数が必要になるからいちいち作らなくていいのは楽ね。次はガラスの材料となる石英延べ棒の生産ラインに着手。基本的な流れは他の鉱石と同じです。工場からコンベアを引き、石英を石英鉱石に、石英鉱石を石英延べ棒に加工します。ちなみに暗闇では工場やコンベアなどの施設は稼働しません。電球を設置すれば周囲が明るくなり、その一帯にラインを作ることが可能となります。電球が作れないとラインを引くのもままならないのよね。ですので今は暗闇を避けてせせこましくラインを引かねばなりません。しかもこのコンベアって交差させることもできないから、複雑なラインを引くのはちょっと面倒なのよね。コンベアをまたぐ生産ラインを作るには研究とアップグレードをさらに進める必要がありますね。今は我慢我慢なのよ一郎。石英延べ棒の生産ラインが完成。これに沼水を合わせればガラスの生産が可能です。沼水は水ポンプを血の池に設置して採取可能で、コンベアで輸送ができます。じゃあコンベアでここまで運んでくれば OK ってことなのね。残念ながら近くの血の池が光の範囲外になっていまして、うまく輸送ラインが引けないのです。ままならねえのね。ですので光の範囲内にある適当な血の池に一旦水ポンプを設置。採取した沼水をインベントリに格納します。そして先ほど生産した石英延べ棒と合わせてガラスをクラフト。クラフト済みのワイヤーと合わせて電球をさらにクラフト。これを心臓ボックスにセットしてアップグレード完了です。そして新たなレシピが解放され、次のアップグレードに着手可能となります。次のアップグレードに必要な素材はステーション1チップ。これはクラフトすることができません。キャッパー文句からゲットしなきゃいけないのよ一郎。パンク文句です。しかしステーション1チップを探しに行く前にガラスの生産を自動化しておきましょう。電球を1個クラフトして石英の出棒生産ライン近くの血の池に設置します。これで周囲が明るくなったので水ポンプを設置して沼水を輸送することができます。超が明るくなったろう。先ほど設置した水ポンプを回収して石英延べ棒生産ラインの近くに移設します。そしてガラスの生産工場を設置。あとは石英延べ棒の生産ラインと沼水の輸送ラインからコンベアを伸ばし、ガラス生産工場に接続すればガラスの生産自動化完了です。ガラスの生産を開始。それでは次のアップグレード素材であるステーションチップを探しに行きましょう。まずはアイテム発見機にインタラクト。ストーリーモードではスキャンできなかったステーションチップですが、フリープレイモードではアイテム発見機で探すことができます。細かいところがストーリーモードと違ってるのね。スキャン完了。探索開始です。さあ、ヒャッカー文句に会いに行くのよ一郎。
探索の結果落ちていたリュックの中にステーションチェックを発見。あれ、ジャッカーは、これってジャッカーからの授かり物じゃなかったっけ？ジャッカーではなくパンクモンクです。パンクモンクは本作のストーリー上重要な存在なので、そのためストーリー抜きのフリープレイモードでは登場しないんでしょうね。残念。一郎、おめえをジャッカーに合わせてやりたかったのよ。そしてステーションチェックを心臓ボックスにセットしてアップグレード完了。また新たなレシピが解放されて次のアップグレードの開始です。次のアップグレードに必要な素材はミニシカです。ミニシカってその辺をテクテクしてるシカさんのこと？そう、そのシカさんです。よし一郎、おめえの俊足でシカさんをゲットなのよ。なわけないでしょ。え、じゃあどうやってシカさんゲットするの？シカさんを捕まえるための罠のレシピが先ほど解放されましたので、まずはそれをクラフトしましょう。最初にその辺りに落ちている緑色の物体クラフラ涙を採取します。相変わらずネーミングセンスが独特なのね。そして罠の作成中ではありますが、今できる研究が全て完了しました。この先の研究を進めるには研究モジュールのアップグレードが必要です。アップグレードに必要な素材は血液鉱石99個。こっちもアップグレードが必要なのね。しかも結構な数を要求されるじゃないの。ですので先に研究モジュールのアップグレード素材を作るラインを作りましょう。これまで同様に工場に採掘機を設置、コンベアを伸ばして工場を設置してレシピを指定、工場の隣にチェストを置けばあとは必要な数が溜まるのを待つだけです。でもさ、鉱石って別のラインでもう作ってるわけじゃない？そうですね。そのラインの途中にチェストを置いとけばわざわざ別のライン作る必要ないんじゃないの？それがですね、チェストからはコンベアに材料を流せないんですよ。え、そうなの？そうなんです。ですからチェストに一時的に貯めた資材をラインに流して生産施設で使うという、生産事務では基本的なやり方が使えないんですね。そりゃ面倒なのよ。これはちょっと改善してほしいポイントですね。では罠のクラフトの続きです。拾ったフラフラ涙とピカピカ球根でフラフラ球根をクラフト。フラフラ球根と金属スクラップを合わせることでシカの罠をクラフトできます。あとはシカのいる近くに罠を設置するだけです。あ、シカさんが寄ってきたのよ。かわいいですね。そして罠につけられたフラフラ球根を食べたシカさんはこのようにすってんころりん。シカさーん、無事シカさんゲット。あ、大丈夫です。シカさん気絶してるだけです。そう、よかったのよ。そして気絶したシカさんを無慈悲に心臓ボックスへシュート。シカさーん。そして心臓ボックスのアップグレード完了。またまた新たなレシピが解放されて次のアップグレード開始です。ほんと悪趣味よね、このあたりのセンス。今さら何を言ってるんですか。そして次のアップグレードに必要な素材はエポキシ樹脂です。エポキシ樹脂のクラフトに必要な素材は樹脂と酸です。これはどっちも新しい素材なのね。樹脂は樹液から、酸は樹脂と血液延べ棒からクラフトできますね。どっちも樹液が必要ってことなのね。でも樹液ってどうやってゲットすればいいの？では順を追って進めていきましょう。樹脂と酸の生産にはシカ酸が必要になります。え、またシカ酸なの？ですので先ほどの要領でもう一度シカ酸をゲットします。ワンダウン。シカ酸。そして樹液は木から採取します。その辺りに生えている木に先ほどアンロックされた樹液栓を設置します。これで樹液の採取が始まりました。採取した樹液はコンベアで輸送可能です。そして先ほどゲットしたシカさんをその近くに設置。コンベアをつなげて樹液をシカさんに輸送すればシカさんが樹脂を生産してくれます。うわぁ、どうしましたか、マスター。言っちゃなんだけどさ、これってシカの運？樹脂です。いや、でもさ、シカの運？樹脂です。何も汚くありません。誰も汚いとか言ってないんですけど。そして樹脂の生産中に研究モジュールのアップグレードに必要な血液鉱石99個が溜まりましたので先にこちらを済ませてしまいます。これで研究モジュール最初のアップグレードが完了。次のアップグレードには採掘機が99台必要ですが、最初のアップグレードで研究ツリーの一部が解放されましたので、まずは可能な研究を先に済ませてしまいましょう。それではエコキシ樹脂の生産に戻ります。まずは樹脂の生産ラインを作る場所を確保するために周囲に電球を設置。そして酸の生産に必要なシカ酸のお代わりをゲット。シカ酸。次に場所が悪かったので改めて樹脂の生産ラインを作ります。次は酸の材料である血液延べ棒の生産ラインを建築。ちょうど研究モジュールのアップグレードに使っていた鉱床があるので転用しましょう。
そしてここで2匹目の鹿さん登場。樹脂と血液延べ棒の輸送ラインの真ん中に鹿さんを設置します。2匹目の鹿さんに樹脂と延べ棒を入れれば酸が生産できますが、樹脂はさらにエポキシ樹脂の生産でも必要です。そのため樹脂の輸送ラインを分岐させる必要があります。そこで登場するのがレイドで捕獲したクリーチャー、その名も押し出しスプリッター。まんまやん。これを分岐させたい部分に設置することでライン上の資材を別のラインに押し出してくれるわけです。スプリッターの動作は後ほど確認するとして、先にラインを仕上げましょう。樹脂のラインを先に伸ばし、2匹目の鹿さんから生産する3のラインも伸ばし、その先にエポキシ樹脂を生産する工場を設置します。これでラインは完成です。稼働してスプリッターが思惑通りに動くか確認しましょう。お、ちゃんとスプリッターが別のラインに物を押し出してるのよ。スプリッターは目の前を通過するものを2つに1つ押し出してくれます。ただラインが流れていないと機能しないので、ちょっと使い方には癖がありますね。物が溢れてる場合はうまく動かないってことなのね。そしてスプリッターに押し出された樹脂は2匹目の鹿さんに運ばれ、鹿さんが樹脂と血液延べ棒から酸を生産して、さらにその先で酸と樹脂からエポキシ樹脂を生産。これでエポキシ樹脂の生産ラインが完成です。あとは工場の隣にチェストを置いてエポキシ樹脂が溜まるのを待つだけですね。なんというか、鹿さんが生産ラインに組み込まれて無理やり樹液やら延べ棒やら押し込まれている。この光景、動物愛護団体と真っ向勝負って感じなのよ。人類の生存のためです。仕方ないのです。仕方ないのね。鹿だけに突っ込みませんよ。鹿さんは犠牲になったのね。とりあえずはアップグレードに必要なエポキシ樹脂が溜まるのを待ちですね。なんだかんだでストーリーモードよりも随分アップグレードも進んだのね。そうですね、前回はステーションチップでアップグレードしたところで終わりでしたからね。次回も引き続きアップグレードを進めていきましょう。それでは可愛い鹿さんが組み込まれた温かみのある生産ラインの建設が完了したところで、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。